ちは。トルコ在住の野中いくみです。今日はアンタリアの名物セルクメボレキを食べに来ています。今までちょっとね、帰省中なので、飲食店はテイクアウトのみです。で、今日テイクアウトして今お外で食べようとしているところです。セルプメボレキというのは広げるという意味なんですけれども、ボレキというとね、トルコでいろんな種類があります。で、このセルプメボレキはアンタリアだけの特別なボレキです。で、特にこの、イートアンタリアアズナンさんというリスタが作ってるボレキ、私一番大好きなんですけども、薄い皮を伸ばして中にひき肉もしくはチーズを入れるものです。はい、これです。トルコではね、これを朝食に食べます。ここのボレキ屋さんでもだいたい午前中、朝早くから始まってお昼までには終わってしまいます。ちょっとね、道路端なので音がうるさくって声が聞きづらい、聞きにくいかと思いますけれども、外はパリパリで餃子の皮みたい、中もちょうど餃子っぽい感じで、多分日本の人ならみんな好きかと思います。このひき肉の、ひき肉以外にも白いチーズ、これですね、見えますか。こういうのもあります。本当は一緒にチャイ飲みたいとこですけど、テイクアウトのみなので今日はお水にしました。
ったのも食べます。ただ食べてるだけの動画でしたけれども、よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ではさようなら。